自分は、今日は仕事が休みだったんだけど、早朝いきなり義弟嫁が、熱を出した子供を預かってほしい。と言ってきて断ったら、切れていろいろ言われた。自分も冷たかったかもしれないけど、あんなにいろいろと罵られたら、やっぱり今後もお断りしたい。関係は、割と良好だっただけに残念だよ。自分も仕事が休めなくて、預けることがあるからわかるんだけど、病児保育を勧めたんだよね。なんなら、自分が連れて行ってもいいって言ったんだけど。いきなり、見知らぬ他人に預けられるなんて、子がかわいそうだ。義兄嫁さんは、私、今日は休みのくせに、子供を保育園に預けて好きなことしてる。ずるい。などなど言われてうんざりした。これまでは、義母や実母に泣きついて、なんとかなってたらしいけど、そのいずれもダメで、病児保育やファミサポが嫌なら、これは登録してないから、どっちみちダメなんだけど、両親のどちらかが休むしかないのでは?と言ったら、預かってくれてもいいだろう。暇なくせに、空いてるくせに、って、もう話になんなかった。絶対休めないとか言う割に、対策が甘いんだよね。ババ二人いるから、なんとかなるでしょ。今までもなってきたし。って感じで。それが今回どっちもダメで、パニックになったみたい。義弟嫁の実母は、仕事してるんだけど、実母には、平気で休めって言うんだよね。こっちは、極力義母を頼らないようにしてるのに。義母は、義弟嫁に頼られてヘトヘトって雰囲気出してるし、なんでうちに頼もうと思うのかなぞ。心配ありがとう。子供は大事みたいだから、こっちが断ってるのに置き去りにはしないと思う。私が、いやいや、預かれないよ、って断った時も。こんなやりとり、子供本人にはとても聞かせられません。おばさんに拒否されたなんて、子供がかわいそうで言えない。って言ってたし。実母を休ませることに関しては、スーパーのレジ打ちですから別にいい、らしい。いや、良くないだろう、って思うけど、他人様の家のことなので黙ってる。たまに、実母に、いい加減にしろと反撃に遭うと、毒親扱いして、義母に寄っていく。義母は、超気弱タイプ。うちの親、あんまり育児に協力的じゃないんですよね。とか、実家のない私に愚痴られても、困るっつーの。はあ、ここで吐き出したらすっきりした。